この時間は東京金融取引所クリック365プラザからクリック365マーケット情報です。加熱 FX 証券の鹿野さん、お願いします。おはようございます。加熱 FX 証券鹿野がクリック365相場情報をお届けいたします。それではまず、現在のレートをチェックしていただきたいと思います。はい、こちらです。米ドル円が100円の06585、ユーロ円が135円の585の615、豪ドル円が94円の195230ということで、朝一で、現在の水準よりも高値が出ましたけども、そちらから多少円高方向に触れた動きとなっております。では続きまして、昨日ニューヨーク時間欧米時間の動きをチェックしていただきたいと思います。まずは米ドル円です。ご覧いただいてますのが米ドル円の15分足の状況となっております。ご覧いただきますように、欧州時間入りましてニューヨーク時間と非常に堅調な推移を見せておりました。ニューヨーク時間の引けにかけて多少戻されはしましたが、おおむね昨日の高値圏での終了ということで、しっかりとした推移となっております。こちらニューヨーク時間に入りまして、米ドル円のレートが上昇してきたわけですけども、現在市場で話題となっておりますのがアメリカの FRB の政策動向ですね。こちらのテーパリングの時期、この時期に対して注目が集まっていますが、14日に次期総裁のイエレン総裁ですね、こちらが公聴会を行いましたところ、内容が非常にハト派的な内容となりました関係で、現在はそのテーパリングの開始時期というのがやはり後ずれするのではというような観測が流れております。そういった背景から市場ではリスクオンですね、リスク先行型の相場になりやすく、特にニューヨークのダウ、こちらが史上最高値連日更新していましたが、昨日も大台の16,000ドル、こちらをトライするような展開となっております。そちらに合わせて為替市場でも円売りが進行しまして、このようにドル円の上昇につながっている次第です。はい、続きまして、日足ですね、こちらのチャートをご覧いただきたいと思います。同じく米ドル円になりますね。昨日次元した高値が100円の265ですね。連日この100円を超えての推移となっていますが、直近の高値が100円の615となっておりまして、当面はこの高値を試しに行く展開となる可能性が非常に高いというふうに思われます。この100円の615、直近の高値ですね、うまく超えてくれれば年初来の高値が103円の74ということで、およそ3円ございますが、内容次第ではですね、年内のこの高値トライということも可能性が出てくるのではないでしょうか。続きまして、月足ですね。こちらはさらに長い足の月になっており、チャートになっておりますが、ご覧いただいて、分かりますように一目均衡表情の雲、こちらに、今まで、上値を抑えられていましたが、昨日の上昇によって、ついにこの雲の上限というのを超え始めた動きとなっております。ちなみにこの雲の上限ですが、昨日の時点ではだいたい90件の60銭ほどというところで動いておりました。ですので長期チャートの方から見ても、今までの持ち合い相場から 上向きに離れていくというような様相が昨日の時点で出始めたというのが大きな転換点になったかなというふうに思っております。では続きましてユーロ円移りたいと思います。まずは15分足をご覧ください。こちらはユーロ円の15分足です。先ほどの米ドル円と同様に右肩上がりの状況となっております。主に円安による上昇もあったんですが、ユーロの場合はユーロ高ですね、ユーロ買いがさらにユーロ円の上昇を牽引したという背景がございます。その背景なんですけども、まずは欧州時間序盤に発表されました ZEW 景況感指数ですね、こちらが非常に良い結果となりまして、まずはこちらが一つです。でもう一つが、その後にアスムセン ECB 専務理事の講演がございましたが、こちらでマイナス金利の導入に対して非常に慎重な姿勢を示したということで、これまでですね、市場は ECB の追加緩和ですね、こちらに対してかなり積極的に織り込んできたわけですが、そちらが一時後退したということで、ユーロの買い戻しがそれ以降は入り、ユーロ円の上昇につながったといった背景がございます。
続きまして、ユーロ円の日足のチャートをご覧ください。こちらはユーロ円の日足のチャートとなっております。ご覧のように、一目均衡表情の雲の下限に一回、ワンタッチした後ですね、そこから V 字回復という形で現在のレートとなっております。ちなみに昨日の高値、こちらが135円の740、なっておりまして、直近の高値を大きく抜いている格好となっております。続きまして、このユーロ円の日足をご覧いただいた後に、さらに月足ですね、こちらもご覧ください。さらに長い、チャートですけども、こちらもドル円と似たような形になってますね。ユーロ円の月足、一目均衡表情の雲の上限、ちょうど今差し掛かって抜けようかというところになっております。こちらを抜けることで、一段とチャート的には上昇の勢いが増すという可能性が出てくるわけですが、まあ、仮に、この、雲の条件をうまく突破できた場合、次の目標値としてはこの2009年の高値ですね。こちらがだいたい139円の後半、70ぐらいのところにありますけども、そこと、まあ、あとは大台の140円ですね。そういったところを目指すような展開、まあ、非常に大きな相場になる可能性が出てきたというのが現在のユーロ円の状況となっております。続きまして、次は豪ドル円ですね。豪ドル円の動きも確認していただきたいと思います。まずは15分足ですね。こちらは豪ドル円の15分足のチャートです。ユーロ円、米ドル円と同じように右肩上がりの状況ですが、豪ドル円はさっきの両通貨に比べるとさらに強い形をしているように思われます。この豪ドル円上昇の背景としましては、追加利下げの観測がここ最近で後退しているというところが豪ドル買い戻しの背景となっているようです。加えまして、冒頭に申し上げました FRB のテーパリングの開始時期の後ずれですね、これによるリスク先行の地合い、こういったところも高金利通貨である豪ドルの後押しとなっているようでして、全般に強い地合いが継続している状況です。15分足見ていただきましたが、同じようにお次が日足ですね。ご覧ください。こちらが豪ドル円の日足になります。日足を確認していきますと、ポイントとなりますのがちょうど今のポイントなんですね。と言いますのも、10月の高値、こちらから11月の安値ですね、一連の下落に対する 61.8% 戻しの水準、この水準が94円の40銭ということで、ちょうど現状の水準に当たります。今朝方一瞬ですね、この水準を突破もしたんですけども、最初に見ていただいた通り、現在は94円の20銭近辺ということで再び押し戻されております。当面はですね、この 61.8% 水準をしっかりと抜け切ることができるかというところが目先のテクニカル上のポイントとなりそうです。こちらをうまく抜けることができればですね、10月の高値、ここが95円70銭ほどですから、こういったところですね、上値の余地がおよそ1円ちょっと広がる形となりそうというところが見えてまいります。続きまして、さらに長期の豪ドル円のチャートですねをご覧いただきます。はい、こちらのチャートですね、こちらのチャートを見ていただきますと、まず目につくのがですね、一目均衡表情の転換線ですね。こちらにワンタッチした後に現在は1回落とされているという状況になっております。この一目均衡表情の転換線、位置しますのがちょうど前回の高値ですね、先ほど申し上げました95円の70銭付近ということで、長期チャートの観点からしても前回の高値というのは非常に重要なポイントに近づいているところですから、やはりこの95円70銭、現在の水準を上抜いた場合のこの95円70銭という水準は一つ注目してみたいポイントとなりそうです。それではですね、各通貨の動きをご覧いただきましたが、お次はですね、今週これからですねの注目材料についてお話をさせていただきたいと思います。今週はこれから大きな材料としましては、21日ですね、日銀の会合の結果発表、こちらがございます。また同日のニューヨーク時間には今度はイエレン FRB の副議長ですね、こちらの来年の議長の指名承認議決がございまして、
非常に注目を集めております。本日はですね、このイエレン総裁の指名承認採決ですね、こちらにまつわるものをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こちらですね。今回、次期議長イエレン現副議長の、次期議長の指名承認採決ですね、こちらに当たりまして、現在の FRB の関係者の講演が非常に21日22日と多く集中しております。こちらに挙げましたように、ラスキン理事、パウエル理事、ブラード総裁、ラッカー総裁、あとダートリー総裁にジョージ総裁、タルーロ理事ということで、現在 FRB のこの政策動向というのは非常に注目の高いものですから、こういった理事の発言一つ一つでですね、相場の予想が変わってくる可能性がありますので、こういったところは非常にチェックしていただきたいところかと思われます。でなおですね、この中でも特に注目度が高いと思われますのが、来年2014年に引き続きこの投票権、FOMC における投票権を有する方ですね、その方がラスキン理事、パウエル理事とタルーロ理事、これにダドリニューヨークレーギン総裁ですね、この方々に関しては来年も引き続きですね、FOMC での投票権を有しますので、特に発言内容には注意が必要となりそうです。こういったアメリカの政策動向がですね、現状為替の動きを大きく左右していますので、21、22日の一連の発言内容を見極めて、年後半、これからの年末に向けて、そして来年初めのですね、相場展望というのをしていただければいいかなというふうに思っております。以上、加熱 FX 証券鹿野がクリック365相場情報をお届けいたしました。